3位だったんだから。そうか、見てない人がいるから。アーカイブ見てるもん、みんな。言わなきゃいいんだ、どんだろう。43万人もフォロワーがいて協力してくれなかった、それ以上の罰ゲームありますか、これ。閉じて。アメリカでは1分に2台車が盗まれているよ。どうも、ありがとうございました。私、トジスです。アシスタントはヤキュウです。そしてカメグスの神エリナです。エリナさん、ね、それはすごい話だね。すごい、アメリカは2台も盗まれてる。2台も、1分間に12台生産されてる。ってこと、作られてるってこと。作られてる。でも盗まれてるってことは、それを買う人がいるから、だからそれが出回って、1分間に2台車が盗まれた、その車はどこ行っちゃうの、うん、それまたどっかからまた、ね、まあ、取り戻してくれる人もいるかもしれないよ、警察に言うとね、あの盗まれた人、うん、もういいからもうクラゲー助けてー助けてー、はい、さあ今回紹介するゲームアプリは、なんだなんだ、今年1周年イベントを経て、ますます人気を増す本格ファンタジー RPG、厳重契約トリプトラクター、いました。前回はですね、CV オーディションで、なんと、なんだ、もう結果が、優勝と準優勝が決まりました、ね、はい、優勝はヤキュン、ヤキュン準優勝、準優勝ははい、違うでしょ準優勝は違うでしょ準優勝は違うでしょ、ここちょっと見てない人いるかもね私だから別に今回から見てる人いるかも、今回から見てる人いても別に私が撮るからも関係ないそう、エリちゃん、ねえ、エリちゃんが撮ってね、ということでね、なんとだって話になりますけどね、早速もう CV の収録をね、やらなければいけないんですよね、うんうん、じゃあ行きましょうかね、あれ、あら、あれ、なんか来たよ、あれ、なんか来たけど、そのまま一回帰ってください。うわー、ちょっとね、違う方みたい、タイミング、帰ってください、なんだ、ジェス君、幸せと違うの、ジェス君、うん、まだ行けないよ、なんで行かないの、行こう、罰ゲームのくだりは今カットして行こう。まあ何も言ってないよ。まあ何も言ってないよ。おかしいよ、お坊さんもそれ先に言っちゃったら。ねえ、ゆきゅう、ねえ、何も言ってないよね、クラゲまだ。何も言ってない、今から発表だと思った今、多分。罰ゲームのくだりはもうカットして、うんうん、ダメだってば。あ、来たじゃん、来たじゃん。来たじゃん、来たじゃん。帰って、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 帰って。大変だよ、編集これ。え、何、ジャス君は3位だったんだから。僕は見てない人がいるから。アーカイブ見てるもん、みんな。言わなきゃいいんだ、そんなの。え、3位だったんだから。うん。ちゃんと罰ゲームやらないと。なんですか、いいですか、3位ってすごい、金メダル、銀メダル、銅メダル持ってるんですよ、これ。確かにね、台に乗れるんですもんね、全然、銅メダルでも全然ね、いいですか、いい、国民英雄、欲求は1位で、はい、CV するキャラクターをゲットしました、しました、ね、で、エリニャも2位で、うん、ね、CV するキャラクターもゲットしたの、うん、で、ゴージャス君は、うん、CV するキャラクターがないの、ないってことは罰ゲームなの、いや、43万人もフォロワーがいて協力してくれなかった、それ以上の罰ゲームありますか、これ何の精神的にこれ、確かにまだ恥ずかしめるんですよ、これ確かに、43万人のみんな起きて、う、何やるんですか、罰ゲーム、はい、ほら今回の罰ゲームは、う、匂いで当てて、うん、袋の中身は何だろうな、当てて、うん、草屋まだ、草屋でしょ、ま、臭いかもわかんないでしょ、草屋、うん、甘い匂いするかもしれない、しないでしょ、そうだよ、ケーキかもしれない、絶対臭い匂いを、絶対ね、ここの D を臭いやつ嗅がせたいと思ってるから、ね、草屋草屋です、さあ、これからですね、正解、正解でしょ、正解でしょ、スタッフから、渡された、袋、うんうん、じゃあお渡しましょうか、はい、こちらですね、はい、こちらの中に何かが入ってまして、このストローを、うん、で嗅ぐと、うん、まあ匂いが伝わってくると、まあちょっとテストといった意味で、まあちょっとエリナちゃん、はい、そんなに
正直、うん、スタッフもテストしてますし、これじゃないの、これじゃないの、そんなに大したことないです、これはテストです、これテストなの、はい、テストだ、ジュニアちょっと変えてみてください、臭くない、軽く、うん、本当に、うん、いい匂い、どうかな、どう、おう、全然平気、全然、あ、じゃあヨキにもテスト、ヨキにもテスト、なんかね、あれじゃあいい気分になる、臭い感じではないの、いい気分になれる、なんかテストだから、あ、なんだと思う、これちなみに、あ、これはすごい、なにこれ、え、これ、うん、オレンジ、正解、わー、いい匂い、好き、オレンジ、ほら、オレンジだって、これが入ってるんですね、正解です、まあこのようにね、あの袋の中身を当てていただくといった、あ、結構簡単だね、そう、簡単なやつなんでね、うん、さあそれではですね、こちら今ジャス君が手に持ってるものが第1問目の袋の中身、なんだろうなになります、なんだろうなさあそれでは回で当ててください、まだ開けてないじゃん、いや、この状、ここでちょっと開けた状態で臭かったのもうどうしようもない、何の匂いですかね、ドブみたいな匂いですね、ドブ、ほら、ちゃんと嗅いでみなきゃ、いや、俺嫌なんだよ、ダメダメ、その卑怯なこと、よくないよ、よくないよ、赤ちゃんのおむつでしょ、これ、違う、本当に臭いんだよ、カメラさん、赤ちゃんのおむつだったらね、嬉しいじゃん、ジャス君の顔にアップしてもらって、そのアップの中にストローが入ってこないと匂いを嗅いだことになりません、ちゃんとやってください、ちゃんと書いてください、それで書いてください、ちゃんと書いてください、オレンジじゃない、そうだ、ユキ、嗅がせろ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 、違うの、これオレンジ、オレンジを下から取ったの、ダメだ、それはダメだ、臭い、飛ぶ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 だよ、臭いよ、もうちゃんと嗅がなきゃダメだ、嗅いでるよ、ちゃんと嗅いで当ててください、もうだって匂ってんだもん、ここら辺がもう当ててください、あサッタオレンジ。さあそれでは正解はこちらです、どうぞ、何、何これ、チーズ、チーズ、臭いチーズ、くさナチュル、ブルースチルド、ちょっと待って、ブルースチルトン、違うでしょ、 90g、 ブルーチーズでーす、なるほど、残念、残念、ブルースチルトンでした、ブルースチルトン、今のね、正解してたら次には行かなかったのに、あ、じゃあ正解だからダメだ、ドブだ、ドブ、ドブだよこれ、ドブじゃない、それではチーズ嫌い、続いての袋の中身は何だろうな、行きましょう、さあそれでは行きましょう、続いての袋の中身何だろうな、こちらです、これ押さえて渡しなさいよ、ちょっとなんかもう、どう、これ、これから、今からこれをね、開けて中身を調べていく、あ、あんまり、あのね、汁物だからあんまり振らないように汁物、うん、あんまり振らないようにさあ、それでは袋の中身は何だろうな、エレちゃんに全部言ってんだ、この中身何これ、早く、さあ当ててください、そう、あのちゃんと、うん、これちょっと待って、オレンジだから、これオレンジじゃないよ、オレンジじゃないよ、これオレンジはいいよね、オレンジじゃないよ、オレンジないよ、さあ何でしょうか、それ何、それ平気でしょ、ちょっと本当にやめろバカマジでやめろバカ平気でしょ、何これ、あ、くさ、平気でしょ、あ、くさ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 、ドブドブの匂いしかしてないんだ、さっきの、さあ、それでは正解はこちらです、ドブでしょ、これ、ドブ、何、え、何、あ、なんだ、あ、キムチ、これは平気だよ、キムチです、残念、これは平気だよ、うん、これ大げさなんだよ、さっきから、いや、もう混ざってんだよ、さっきのチーズと全部、さあ、それでは出してください、最後、いや、何重いなんか今度やだ、早く嗅いで、もうね、とっとと嗅いじゃえばいいんですよ、こうやってもたもたしてるから、うん、充満するの、そう、だから気持ち、俺の気持ちを考えてくれよ、だからエリナちゃんとよくさエリナちゃんとよく押してあげて、もうジャス君に早く嗅がせるように、わかった、あ、カメラの画角にストローが入ってないとダメなんだよね、ダメにしよう、ダメにしよう、いい、
じゃあ変えてください。変えたでしょ。あれ変えたよね。何？いやそのまんまだ。変えたよ変えたよ変えて変えてこよ。変えたから。いや変えてるでしょ。変えたから。変えてない。そっちも紛れでしょ。いいよいいよ。変えてないの。もう誰にも分けないから。もう誰にも分けないから。ほら変えてないならいいから。変えたよそのまま。ほら両方一気に変えた。くさーい。これオレンジだもん。さあそれでは、やだ、変えてください。ドブドブですよこれ。いいですか。ドブですこれ。全部ドブで失敗してますか。ドブの水く汲んできたよこれ。さあそれでは最後の問題はこちらが答えになります。怖い。やだやだ。何やだ。何AD が3日間洗わなかった靴下でした。誰の誰だ。足ちょんぎってるぞ。きつい足ちょんぎってるぞ。本当に3日間困るよ本当に。空いてる空いてるよね。空いてる何が。閉じてよ早く。なんだよ。臭いんだよ。知らねえよだろ俺。入れんだよこっちこうやって。なんで来なきゃいけないんだよ。罰ゲームじゃんだって。なんで俺罰ゲーム受けなきゃいけないんだよ。確かにね、うん、ジャス君このままだとかわいそうじゃない、うん、ね。ということで、うん、今回ね、スタッフさんにお越しいただいてますが、うん、どうしましょうかね。そうですね、今回のコラボのキャラクターとして何体か用意してありまして、はい、でそのうちの一体を、はい、ぜひあのちゃんと聞きなさい。なんで来ないのか。やばい、閉じとけばいいのに。今話を聞くと、もう一体あるってことですね。ようやくするとそうですね。すごい。ね、本当ですか。ジャス君かわいそすぎるんで、もう急遽もう一体ご用意していただいたんです。やったそれ今見てもいいんですか、そのキャラクターって。あ、どうぞどうぞ。はい、大丈夫です。こちらです。ジャス君、え、あれ、ペンギン。そうですね、そうですね。え、でももしかしてこれゴージャスさんイメージして作りました。皇帝ペンギンじゃないじゃん。なんか紫だし、うん、帽子の色合ってるし。お、聞いてみる聞いてみる。もしかしてこれは、はい、僕をイメージして僕のために作ったキャラですか。違います。違うんかい。なんだそれ。恥ずかしくなっちゃったよ。なんか聞いた話だと、うん、あのシングルファーザー、はい、うん、あ、だから子供が3匹いるから。あ、そういうこと。うん、トラクトの世界にですね、まあ、いろんな国があるんですけれども、うん、まあ、そこでジャングルみたいな2階の地に出現するモンスター、うん、巨大なモンスターっていうところですね、うん、で、そうですね、絵を見ていただくと分かるんですけど、うん、子供がたくさんいまして、うん、で、この子供たちを育てるためにそのエシェンディアっていう国にやってきた冒険者たちを襲うっていう設定の、モンスターです、うん、襲ってよし。しょうがない、もう生きるためだ。だから全ては子供たちのためなんですね。優しい。じゃあ王様じゃん。優しいパパだ、うん、俺シングルファーザーじゃねえか。確かにそれはそうだね。子供を大事に育てるというところが、まあ、ね、そうですね、うん、まあでも、うん、これね、これが命吹き込みますね。だから攻撃方法は一周を放つんじゃないの。多いよ。いやでもジェス君、CV おめでとう。やったやったやったよかったよかった。はい、ということで、うん、あ、上お、ほら、うん、向かいが来たよ。いや来てないでしょ。さっきまでやったでしょ。やってたじゃん。何の？向かい来たよ。ほら。あ、ほら。お。わ。真上に来た。真上に来た。わ。うん。あ。え、どうなる？吸い込まれる。やばい。吸い込まれる。吸い込まれる。あれ？急に。
んだ。急にじゃない。俺一回自宅寄らせてもらって。まだ荷物持ってる。いやいや。服も違うし。着いたよ。帽子もなぜか脱げてるし。ね。着いた。こちら収録スタジオだよ。わあ、ね、すごい。出た、うん。温泉スタジオだ。うん。いつもお世話になってます。ね、いつもお世話になってます。ねえ、来ましたけども。うん。あれ？何緊張してんのひょっとして？うん。それはね。台本急にもらって、まだどうしていいか分かんない状態だね。緊張してる、緊張してるね。深呼吸したら。深呼吸してる。いいの？無理。水呼吸。いいよ。水呼吸。いいよ、大丈夫。ゴーザマンこそやった方がいいんじゃないですか。ね、水呼吸。俺エラ呼吸だ。ねえ、さあクラゲどうしよう。うん、さあこれからね収録に会えるんですけれども、うん、まあちょっと軽く臭いよ。遅いね。タイムラグが目を離してた。目話すと、ね、はい、もう話すとかないんだよ。台本見てたから今、はい、台本とか見てないんだよ。さあこれからね、はい、ちょっと収録にあたっての、うん、まあ、簡単な打ち合わせをして、うん、本番に臨もう。はい、おー、うん、やりましょう、うんうん、よし行け、あっち行け、進め、そう、はい、進め、はい、行きます。臭い、本当に。じゃあね、ちょっと簡単に打ち合わせしようか。はい、ね、スタッフさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今まで一度もお宝を発見できたことないポンコツですか。ダメですね。ポンコツですな。言葉選んでたんですけど、はい、ポンコツですね。うん、はい、まあ、それでもめげずにこう一流の冒険者になりたいっていう強い気持ちを持ってジェンディアにバイトを挑み続けるっていう、結構シルバーのイメージに近いかな。お、本当ですか。感情でやっていくもんな。どのフリップに対してなんだろう。元気いっぱい天真爛漫な男の子っていうのをなんとなくイメージしながらこうお教えいただければなと思います。わかりました。結構ドジっ子というか、うん、ドジなんだけれどもでかいこと言ってしまう。お、一緒じゃん、一緒一緒じゃないですよ。まずドジじゃないから。ドジだから。ドジでバカだから。そっか、じゃあちょっと役になりきって。キャラクターのイメージとしましては、まあ重量級のペンギンっていうところなんですけど、そこともう一つ強くイメージいただきたいのが、怒りの感情を表に出してほしいんですね。なんかもう本人の中では全然大丈夫そうですね。っぽいよね。であればもう。声優学校出身なので。そう、そうね、大丈夫か、じゃあかなりセリフの方はバッチリだと思います。まあ大丈夫か、プロと言っても二言はないというか、二言はない。二回なので数ある引き出しの中から一つ、はい、引き出して、そうですね、この役をやるために生まれてきたんじゃないかな。いや、あなたは3位でこれになったんです。じゃあそうです。はい、という感じですね、はい、うん、じゃあですね、早速収録にね、はい、これから臨むわけですが、うん、まあ、今回の放送はここまでだね、うん、また次回が、あ、次回に回すのか、もう一回帰るの、うん、帰んないよ。帰らないよ。来ない、もう来ない、もう来ない、うん、AD の靴下が降ってくるよ。やめろ。はい。どうして次回に。そうですね。はい、うん。そしてですね、ちょっと、スタッフさん、何かお知らせがあるとのことですね。ファミマプリントのコンテンツがまた増えるというのが決まったのと、またそれの一部クリエイティブを使いまして、うん、またアップバンクストアさんでグッズ第2弾を。うん、あら、素晴らしい。おめでとう。第2弾も可愛かったから、ね、だってね、行ったんね、行ったし、買いに行ったし、うん、そしたら売り切れてた、うん、で、入荷までお待ちくださいってなってて、あ、まあ、すごい結構早めに行ったんですけど、うん、2日目にはもう売り切れ、ラバストとか商品によっては売り切れ、はい、売り切れてるから、あ、すごいって思って、すごい買いに来てる方がいっぱいいらっしゃいました、うん、はい、早めにということです ね、はい、はい、さあということで、はい、ジャス君、いよいよ次回は収録ですからね。そうですね、ね、よろしくお願いしますよ。歴史的な日になるんじゃないかと思います。はい、ということでね、うん、クリプトラクターシャープ1から、うん、ここまで すごい成功への道だよね。そうですね、確かに対決してきたから、ね、声優になるためのすごい戦いが、うん、ね、やっと頂点に上り詰める。次回を見ますから大変なことです。それまでにシャープ1からずっと見てたよね、うん、
思うんじゃない。ということでまた次回も頑張っていきますね。はい、はいはい、ということで本日はここまで。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。2人も練習しないと。2人もクエのクエの練習しないと。あ、クエ。お宝はどこにあるの？クエ。クエはおるのよ。ちょっと知らない。クエって言いなさいよ。クエ。クエ。クエとおる。クエおるなよ。クエって言いなさいよ。クエと。どうなることやら。